ついに北朝鮮へのセトリ監視活動に国連から部隊が派遣されることになったね。2021年11月上旬にニュージーランド軍が嘉手納基地に P3K にオライオン対潜哨戒機と共に到着したぜ。当時、世間では北京五輪はあんまり盛り上がってなかったよね。そうだね。さて今回は、北朝鮮のセトリについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。セトリに関わっているのは韓国であり、あのレーダー照射事件の時もセトリ中だったところを、慌てて海上自衛隊 P1 哨戒機に向けた行為は記憶に残っているよね。昨今、北朝鮮が東シナ海や日本海などで違法に実施中の、いわゆるセトリは核及び弾道ミサイル開発を進めている北朝鮮への制裁措置として国連安保理決議で禁止されているが、その後も断続的に行っている現状において国連加盟各国が監視を強めているぜ。北朝鮮のセトリを監視のために、2021年10月から11月上旬までの予定で、フランス空軍の海上哨戒機ファルコン 20G とカナダ空軍の対潜哨戒機海洋監視機 CP140 オーロラを派遣していたが、加えてニュージーランド空軍から対潜哨戒機 P3K にオライオンが11月上旬から下旬までの間、派遣されたんだって。これまでニュージーランド空軍の哨戒機が派遣されるのは、2018年9月、2019年10月、2020年10月、2021年4月から5月に続いて5度目となるわけだが、同空軍の哨戒機は、ターボロップエンジンが4機搭載されたプロペラ機の P3 対潜哨戒機オライオンで、この米国ロッキード社製の哨戒機はその運用開始からはすでに60年以上経過しており、現在でも世界で運用されているほど信頼度が非常に高いな。近年では双発ジェットエンジンを持つボーイング社の P8 ポセイドンや自衛隊では国産の P1 哨戒機に乗り換えている中で、ニュージーランド空軍の P3K にタイプはグラスコックピットが採用されるなど近代化が図られている機体としても有名みたいだよ。北朝鮮のセトリ監視には、過去にもアメリカや上記の国以外にオーストラリア空軍の P8A ポセイドンなども投入されており、いずれも沖縄本島にある米空軍嘉手納基地を活動のベースにしていて、この海上監視哨戒活動には海上自衛隊や海上保安庁も協力を続けている状況であるみたいだな。そもそもセトリとは港湾を使用せず洋上の船舶同士で荷物を積み替えることを言い、一般的には貨物船から橋けバージに移すようなことを指すのだが、国連安保理決議によって経済制裁を課されている北朝鮮はこれに違反し、石油などを東シナ海や日本海などで他国船籍の船舶から、自国の船舶に移し替えることで隠れて密輸を繰り返していることが国際問題となっているぜ。ご存知の通り、北朝鮮は2000年代後半から核実験や弾道ミサイルの発射実験を繰り返して行っていて、それに対し国連安保理事会からは11回に及ぶ決議が採択され、石油や軍事関連物資などを禁輸する経済制裁が2022年現在も継続したままなんだって。それでも北朝鮮は発見されにくい洋上セドリで石油などを密輸しており、つまり経済制裁の効果が見られておらず、国連加盟国は海上哨戒機や海軍艦艇、警備艇などでその監視を強化しているのであるけど、2022年になった現在でも一向に収まる気配が見られないのは哨戒能力すら疑ってしまうよね。監視されてるのも分かっていながらそれでも北朝鮮は洋上セトリをやめないでいるんだね。現在、北朝鮮のセトリ監視活動に参加している国は日本をはじめ、アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、韓国であるが、監視に従事する艦艇が、台湾海峡を通過して移動することが頻繁に見られており、このことで東シナ海や南シナ海における中国の海洋進出への牽制として航行の自由作戦を副次的に実行しているらしい。海上自衛隊、海上保安庁が日本海や東シナ海におけるセトリ監視活動を担っているのだが、重点監視対象の東シナ海においては、ほぼ毎日繰り返されている中国海警局艦艇の尖閣諸島進出への対応もあるため、手薄になりがちな東シナ海中央部はセトリ銀座とも呼ばれるほどセトリが頻発している現状だな。2018年の1月から5月の間に確認されただけでも20隻以上の北朝鮮船舶によって延べ89回以上にわたってセトリが行われており、決議で制限された以上の石油を密輸していたため、アメリカ政府は国連安全保障理事会に北朝鮮の密輸を企てる黒幕として中国とロシアの企業が関連していると報告をしているよ。また、2018年5月3日には東シナ海の公海上で監視側に従事しているはずの韓国側のタンカーが、北朝鮮船籍のタンカーに横付けしている様子が目撃されており、セトリへの韓国船舶の関与が浮上しているみたい。韓国政府はこの事案に関して否定したが、これまでも韓国各港において北朝鮮産の石炭が搬入されているのが確認されており、
2018年7月にはアメリカ政府が韓国政府と文在寅大統領に対して北朝鮮の石炭を輸入することは、制裁決議に反するものとして警告をしているぜ。この警告後も韓国籍の船舶が北朝鮮船舶との間で瀬取りを頻繁に行っていることが確認されたほか、韓国の輸入業者3社が2017年4月から10月の半年間で北朝鮮の石炭や鉄鉱石など約3万5000トンを黒幕のロシア国内で、積み替えて産地偽装を行って韓国に輸入したことも発覚しており、韓国が国連決議を違反して、北朝鮮の瀬取りに深く関与していることは明白となっているんだって。韓国は警告されたにもかかわらず違反して北朝鮮との瀬取りを続けてしていたんだね。2019年4月3日付の国際的な影響力を持つと言われる日刊経済新聞のウォールストリートジャーナルは、韓国が国家ぐるみで制裁違反を容認しているか、あるいはむしろ奨励している可能性があるとし、その証拠はないが禁輸していないことは明らかであるとした上で、韓国が国際的な制裁を遵守するつもりがないのではないかとの疑いが増していると報じて公に批判をしているらしいな。また、2020年12月には韓国国籍の石油化学製品運搬船のエルゴーが、北朝鮮船舶との瀬取りを行ったとの理由によりマカオ近海で黒幕側に当たるはずの中国海警局に抑留される事件も起きているぜ。その当時の中国海警局の話によると瀬取りの現場を発見して追跡した上で逮捕したと言っており、1週間の立ち入り検査などを受けている後は釈放されているとなっているよ。国連の常任安全保障理事国である中国はこれまで、自らが国連安保理の経済制裁決議に対して露骨に違反を繰り返しているにもこだわらず、北朝鮮に食料や原油などを輸出していて安保理の対北朝鮮制裁委員会の報告によれば、2020年に摘発された中国の制裁違反事例は60件にまで上がっているみたいだよ。こんな制裁違反大国である中国が、韓国の船舶を制裁違反として抑留したことは噴飯の極みとも言えるが、これは中国がアメリカに対して北朝鮮の隣国である韓国でさえ、このような違反をしているのだから中国ばかりを責めるなという密かなメッセージと感じてしまうよな。制裁違反を犯した韓国籍の船舶と韓国政府との間の関連性は明らかにはなっていないが、これに限ったことだけでなく韓国籍の船舶による瀬取りが相次いで発覚していることについては、韓国政府の責任論が国際社会で高まっているのは明らかであるぜ。事実、韓国が瀬取り監視に積極的に参加しているとの情報はほとんどなく、あの海上自衛隊哨戒機へ韓国海軍駆逐艦が火器管制レーダーを照射した事件の際も、小判サメのように北朝鮮の船舶がいたことから瀬取りに関与していたので、自衛隊哨戒機に探られないように追い払おうとしたのではないか?と疑われており、国際社会の中における韓国への信用が低下していくのは目に見えているよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。